資産管理方法について詳しくお伺いしたいと思います。鈴木さん、本日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。長期滞在していたアメリカ、はい、についてまずお伺いしたいんですけれども、はい、例えば口座ですとかはすぐ作れるものなんですか、アメリカ。2005年に行きましたけど、その時はすぐ作れました。え、じゃあ今は作れないってこと？今は同じところで作れるかどうかは分かりません。当時はすごく緩かったんですよね、15年前。そうですね、アメリカ、今はちょっと移住の方には厳しいかもしれない、移住というかごめんなさい、外国の方には厳しいかもしれないですね。でもすごいしょぼい銀行だったんですよ、そこノースカロライナのローリーという町で、まあ、すぐ近所でなんとか信用金庫みたいなですね、はい、クレディットユニオンとかいうやつ、聞いたこともないようなところに行っちゃって、で銀行口座すぐ作って、あとアメリカって小切手じゃないですか、そのチェック、小切手、小切手、これで行けばもうどこでも使えるよとか自信満々で行員が行ってきて渡したんですよ。でその小切手は銀行から歩いて3分、しか離れてないスーパーで使えなかったです本当にお前ら世界一しょぼい銀行だって本当に叫びたくなるような感じです、はい、今もそちらの銀行の口座をお持ちなんですか？15年経つのでないですね、多分、はい、もう使ってないです、はい。じゃあ例えば今私がちょっとアメリカに移住しますって言った時に、はい、どっかの銀行の口座を作りたいっていう時は、はい、例えばどういう手続きをしてどんな書類がまず必要なんですか？アメリカに住まわれる前提ですよね、まあまあ、短期でも長期でも、まあ、短期で住むという前提ですかね。そうですね、住所が証明できて、うん、大抵その水光熱費とか払うじゃないですか、住んでいれば、はい、でそれの証明を持ってって、はい、パスポート持ってって、まあ、その居住者っていうことで、まあ、書類に書いて、だいたい即日でデビットカード、キャッシュカードと、まあ、チェックをくれるみたいな、そんな感じです。はい、じゃあ、その水道光熱費の支払いが一度終了してからだと、比較的すぐ作りやすい。アメリカに住んでれば、はい、比較的簡単です。あと、うちのお客様で言うと、アメリカに住んでなくて、でも、不動産を買って、はい、それで不動口座を作られてる方は多いですね。やはり不動産を持つっていうことが信用につながるので、はい、口座が開きやすいということですか？そうですね、銀行から見るとやっぱりそのアメリカ国内に住所があるっていうのが大事なんですが、うん、アメリカに住んでない方の場合は大抵アメリカのいずれかの場所で簡単に法人を作れますよね、有限会社。その LLC を作ってどこどこの、住所あります、それを持って行って銀行で、作るっていうこともできます。だいたいその LLC を設立するのにどのぐらいの費用がかかるんですか？数万円ですね。そうなんだ、はい、じゃあ私もその何か事業をやりたいって言った時にアメリカに移住したいと思って会社、はい、どっかに、まあ、ちょっとホテルか何かに最初住んで、でとりあえず LLC を設立して、で、はい、ちょっとここで口座を作るっていうことは比較的簡単にできるということですね。はい、 LLC 作るんだったらもう今日すぐ、はい、できると思います。あ、今日すぐ手続き開始して来週にはできる。ちょっとハードル下がりましたね、かなり。それは簡単です、はい、それは大手銀行さんとかも普通に作れるってことですか、ね、はい、バンクオブアメリカみたいなんですね、大きなとこ、チェイスとか、はい、普通に作れますよ、はい、それは州ごとにちょっと違うとかいうことはないんですか、アメリカ全土でそれは一般的に。ハンカメとかチェイスとかなんてもアメリカのどんな街にもあるようなところですからね、シャレにならないぐらいアメリカって銀行多いので、はい、まあ、普通にショッピングセンターにくっついてる地点とかで作れますよ、はい、じゃあどこの州に行っても、はい、LLC をすぐ作って設立して銀行口座を作るっていうのは簡単にできる、できますね、はい、じゃあ次は、オーストラリアはどうですか？ね、まあ、基本は銀行口座を私もオーストラリアで行ったらもうすぐ働きましたので、サラリーマンに、
として。あ、そうか、そうか。なんで、すぐ作りました。はい。その、すぐ働かない人にとったらどんな感じなんですか？あ、大丈夫ですよ。はい、住んでれば、同じく。はい。同じように住んでいて、まあ、はい、水道光熱費払って、いる証明出せば、まあ、書いて作れます。オーストラリアだと4大銀行、というか、大きい銀行4つしかないので。はい。はい、コモンウェルスかウェストパックか、ナショナルオーストラリア、あと一つはどこだったかな、はい、あと一つあります、はい、4つ。例えばそれはその、はい、あの一度作ってしまえば別にそのオーストラリアを離れても口座が凍結されるということはないですか？凍結されることはありえます。何年ぐらい？その維持をするちょこちょこっとした努力が必要です。すいません、ちょこちょこっとした努力を聞きたいです、はい、具体的には1年間に1回以上入出金するとかね。うん、はい、でもそれはもうネットバンキング日本からでも全然できますよね。 できます。ネットバンキングさえ作れば、なんか動きを作っていれば、動きがあればいいってことですかね。動きがあれば凍結されることはないですけど、あの大抵の方、私のお客さんでも凍結させちゃって困った相談をすることは多いです。はい、でもあった方がいろいろ便利ですよね。で例えば、はい、ね、あの旅行に行ったらそこで引き出せるわけだし、できます、できます。本当に引き出しなくてもいいですしね、はい、グローバルにと資産転生されて海外に資産転生されてる分でもやっぱり銀行口座ってすごく重要だと思うんですけど、例えばじゃあ私がオーストラリアでね、マンションを買い、アパートを買いました、はい、で、はい、それの家賃収入とかそういう意味でも必要になってくるわけですね。もちろん、はい、あの入金するのは現地国の口座になるのが普通なので、はい、そういう意味でも本当に一つ各いろんな国にあの銀行口座あると楽しいですね。そうですね、お財布はいくつ持ってもいいと思いますよ、管理できるのであれば、ね、はい、なるほどなるほど。じゃあ年間に1回とか2回とか3回とか、まあ、とにかく動きがあれば凍結されることはない、永遠と使える、はい、で解約とか逆にもう使わなくなったから、解約をしようと思ったら現地に行かないと解約でできないんですか？大抵オンラインでできます。最悪国際郵便、はい、でもできます、行かないでも。はい、でもさっきちょっと人のお客様がね凍結されてしまったっていうすごく困ったというお客様がいらっしゃったということがあったんですけど、はい、凍結された場合の解除の仕方はアメリカオーストラリアどんな感じなんですか？相手コールセンターに私が電話して、うん、英語で話して解除してもらうとかっていうことが多いです。あ、もう電話で大丈夫なんですか？はい、ただその人がちゃんとそのなんだろう、パスコードとかピンコードとかその辺を全部控えてることが前提になりますけどね。それですよね、一番。でなくしちゃう人とかいますよ。はい、ちょっと私もそれは不安です。でも今は本当ネットバンキングができるので、あの、はい、本当に英語さえできればその辺の管理もだいぶ楽になったということですよね。はい、そうです。そうですね、銀行管理方法とかそういう意味では何か気になるところ、日本全然違うよみたいなところって何かありますか？お金の出し入れ資産管理日本とすごく違う点、びっくり、マダムさんがびっくりしちゃったみたいな、あ、こんなことでやるんだみたいなことって別にありますか？いや基本どこも一緒ですね。基本的な形はどこも一緒ですね。あのそうですね、違うのはあの口座維持管理手数料が取られる国がありますそうですね。ドイツとか、ね、10ユーロとか月に取られたり。結構しますね。はい。あの、あるいは、その、残高が、その一定額に満たしてなければ、毎月20ドル取られるとかっていうのはありますよ。あとですね、オーストラリアとかの口座だとですね、あの、残高が一時的にゼロ以下になることもあるんですけど、ゼロ以下、要するにマイナス、あの、カードローンで借りてる状態と同じことになっちゃうんですけど、それがオーバードラフトって言って、だいたい10万円ぐらいまでのマイナスは認められているんですよ。ただ、一度残高がマイナスになっちゃうと、いきなり10ドルぐらい引かれてるとか、そういうことはありますね。じゃあ、
ちょっと少しでも口座に入れとくことが、預金していくことが重要。あの銀行が定める最低預金額は維持しておくと、まあ維持費は安くなります。そうです、日本だと本当に何もかからないですもんね、口座持ってるだけだとね。これからかかるようになるんじゃないですか。外出中になるってことですね。じゃあ、財務管理方法に関してはこのぐらい、私からはこのぐらいですね。あのもし皆さん、なんかこれも聞きたいとかいうことがあれば、ぜひコメント欄に、入れてください。YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。